はい、皆さんこんにちは。こんにちは。日立の国不思議探検隊隊長のカップンと副隊長の宮子です、今回は賛成と時勢も選挙に近いのでそういう話を、まあ、選挙的な話していきますか。来月ね、この地区はね、市会議員の選挙も一緒にあって、市会議員と参議院と官房立てありましたわ、そう、ちょっと俺もあのパス波動かなと思ったんだけど、今回はちょっとやめました。あっとけよかった。バッシングされるんで。バッシングね。はい、はい、じゃあ、まあ、選挙の話と、まあ、そういう今の浮く枠の話と、そうだね、まあ、今出てる話をね、まとめて、あと、ちょっと最後でいいんですけど、侮辱罪ってやつ。ああ、侮辱罪ってやつ。そうね。確かにほら、木村さんっていうあのレスラーの方、ああいう人を攻撃するのは確かに分かります。それによって起きたことで、法律的に分かるんだけど、政治家も、税金で食ってる政治家も批判しちゃいけない、役所までだよ。あ、役所まで、で逮捕されちゃう、で法律も変わって公金とかなんとかで、完全言論封鎖です。そう、言論封鎖です。言論統制、戦前の日本に戻るっていうね、そういう法律だよね。7月から、施行、施策じゃないや、実行されるんですよ。だからどういうふうにこうツイッターとかそういうもの変わっていくのかななんていう話も。それが前、ちょっと前に山口県に一人に4000何百万振り込んだって事件あったじゃないですか。ありましたね。あの時テレビがわーっと大騒ぎしたところに、決めちゃったね。フラワーが出て、その動作さで決めちゃったんですよ。もうスピンだったわけ。あれはスピンだったんです。あんなやらせ事件だ。そうそうそう。だってありえないもんね。ありえないやんね、一人に。ありえないでしょ、だって。テレビがものすごいやってたじゃん。やってました。やってたんだ。ワイドショーが。やってたのよ。なるほど。で、法案が座ったら、あ、もういいから。で、お金返したしね。あ、そうですよね。お金返ってきたろ。冗談じゃないですよね。もう経緯がさっぱりわかんないっていうかね。だからそういう姑息なやり方をね、やるんだよね、今の。おかしなことでテレビが一斉にわーっと取り上げ出したら、裏で絶対何かを起きてると。何かの法案が動いてる。そういうことです。すみませんでした。あ、いえいえ。まあ、なんか今の今度参議院選挙で、まあ、山本太郎はいろいろとね、衆議院辞めてまた立候補したりして、一部だけで盛り上がってるけど、それの他の我々こう、まあ、自分では思うんだけど、ノーマル、まあ、中立的な立場からして思うのが、その参政党の急激な伸び、とも思える動きがあるのね。あるね、急に出てきた。参政党ってすっごい今ネット上で盛り上がってるね。盛り上がってるね。YouTube で何本も動画が出てくるし、まあ、こんなに人が集まりましたってすぐに出すもんね。であれ見た時にね、あ、これ完全にね、人が集まってるんで、これ完全に動員だなと思ったんですよ。そうですよね。最初から、あ、これ絶対おかしいだと。何の宗教の動員でしょうね。だから最初は参政党って何かだと思っちゃったね。候補の人たちがユーチューバーなんよね、うん、有名な、ほぼ、ああ、そうなんですか。誰がいたの、有名な人。あの、ヨシリン。ヨシリン。医者の。で、金谷さん。ヨシノ。ヨシノ、なんやったっけ。反枠派よね。反枠派ね。で、コロナの、その、デマ報道とか、そういうことに関しても、ずっと配信してきた人。っていうか、ちょっと参政党については全然詳しくないんですけど、YouTube がおすすめ出てくるんで、まあ、ある程度見るんですけどね、陰謀論っていう今まで言われてきたことを、全くそのまま言ってますよね。言ってんのよ。DS とかね。DS の話とかね。これいいのみたいな。普通だったら絶対言わないし、消されちゃうようなことを、全然消されないね。結局、体制側がそこまで言っていいよっていうお墨付きもらってるんで言えるっていうことだよね。で、我々はそれ言ったらすぐバンされたり、その何凍結されたりねしちゃうけど、されないということはそういうことなんですね。だってほら、有名なさ、幸福の科学のさ、宗教家って言ってる YouTuber いるんですよね。名前忘れて。あの人だってね、言ってることはもう私たちと同じようなことを多分言ってるのに、この人が演説に来ますとか、もうツイートしてるよね。だからいい人なんでしょうよね。あの人はね、いい人っていうのは声はいいわな。声はいいね。
で中身はね、まあ本当ね、そのウクライナに関しても、うん、ワクチンに関しても、うん、あの私たちが感じるようなことを言ってるけど、うん、ただ宗教家なんですよ。そうなんですよ。でね、うん、そこが問題。だいたいね、うん、始まり方いいこと言うんだよね。そう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 。で結局ね、うん、あのあれなん、中国側、そうなんです、そうなんです、宗教側に、はいはいはい、それ言うとも、やっぱダメなんです。大体そこに持ってくん、そう、大体中共が悪い、天皇陛下万歳、うん、その2つ、そう、最後にそこに持ってくの、あの人もそうじゃない、ほら、あのこう元のウクライナ大使の人、うん、なんだっけ、ウクライナ大使の何馬さん、おいかわじゃねえや、マブスさんもすごく正しいことを言って自分もしてたんだけど、うん、最後中共がに持ってきますよ、うん、そう、だからね、その嘘って言うとちょっと言い過ぎなのかもしれないけど、うんうん、あの中道にいたいと思うんだったら、うん、天皇陛下万歳と今の宗教の話、うんうん、しない方がいい、うん、そこに、いやだからね、もうそこで判断した方がいいね、あのネット世界で真実隠せなくなってきたわけじゃん、そうです、そうそうそう、大手メディアとかではね、だからある程度そういう本当のこともチラチラ、本当に見ながら、ガス抜きしながらね、うん、ガス抜きしないと、うん、もうバレる時代だから、うんうん、ただほら、盲信、自民党がとかね、与党が、うん、政権与党がっていう盲信できるような時代じゃないから、うん、そういうとこをこう分かってる人にそう言うんじゃないですか、うん、そういうとこをガス抜きでね、うん、俺たちだと分かってるよって、うん、だからやっぱり誘導が入ってるでしょ、最後に、うん、そう誘導が、もうだからそこに騙されちゃダメ、そうです、そこ騙されちゃダメ、情報は情報として、うん、あまあ、うん、一応、ね、頭に入れといて、うん、なんか例えばね、ほらさっきちょっと今朝の話の中でさ、ロシアの空母だっけ、ロシア船がさ、うん、あのこう日本を回ってると、でもあれ領海の向こうをただこう、うん、あのゆらゆらとこうね、うん、やってるだけなのに、うん、ロシア船があの見張ってるってさ、そういう、千葉県沖のやつ、そうそうそう、あのなんかね、そういう風な書き方するとみんな、うん、えロシアがって、もうみんなさ、うん、ほらあのね、出てけ、浮き足立ってから、200回コメントがから離れてれば公開なんだから、うん、自由にこう動いていいんだよね、それがもう、それをロシアが何かしただけでもロシアはロシアはロシアって、うん、あれだって津軽海峡も通れるらしい、そう通ってますよね、うん、通っていいんですよ、うん、通っていいのに、そう、うんうんうん、大間のマグロのとこ、うん、そう通れる、通っていいの、だから別にそんなに騒ぐことじゃないけども、とにかくそういう風にして、うん、あの報道してね、やっぱりね、うん、あのこうみんなをね誘導したんでしょうね、うん、何にあんだけもう報道、うん、テレビの報道見てみんな嘘と分かるでしょ、うん、そう、分かりますよ、分かるよね、それなんでも、なんかほら N 党の人がさ、 N 党の人、テレビは外毒です、うん、外毒です、洗脳機械ですって、洗脳マシンだよって言ったのね、うん、言った、そしたら元 NHK の、うん、あのもうそれは放送しませんよ、しませんよって言いながらずっと放送してくれて、最後まで言わせて、じゃあもう切りますよって切ったのね、あれ面白い、元 NHK って元 NHK ですよ、そうだからなんでそれ言ってる立花がウクライナのスーツ着てんだよ、そう青の言ったら俺の水色とツイートのツイート、お前いいこと言うけど、お前ウクライナの服着てるじゃないだけど、そういう結局バカにしてんですよ、うん、だから国民をね、国民はバカにされてるっていう自覚がないもんだから、うん、そこだよね、うん、自覚しないと、立花がもろ昭恵の友達やん、そうね、うん、安倍友やん、そう、安倍友だよ、うん、自民党そのものですよ、そうだから、あの今入ったな、選挙自体が、うん、あのインチキだっていうのを、まあ、だんだん広まってきてるじゃないですか、うん、若い人たちの間では、うん、そうするとますます選挙行かなくなるよね、うん、で俺たちもね、もう行かない と決めたから、うん、あの決めて今回の浮く枠の問題で、結局浮くの問題にしても、うん、共産党ですら、はい、ロシア一方的に悪いって、東京新聞ですら、ね、東京新聞で、うん、新聞ですら、新聞ですら、うん、言っちゃったわけよ、ね、だから野党に入れようが、うん、与党に入れようが、もうこの国はどうしようもないなって思ったから、うん、もう選挙行かないよと、うん、やっぱり日米合同委員会で決められたことを、うん、ただ粛々と、うん、あのやってるだけなのね、日本の法律とか憲法より上に、そうなんですよ、日米合同委員会があるから、そうなんですよ、もう TPP 分かりやすいよね、うん、その何条項だっけ、うん、
ISD 条項そのままじゃない。日本の法律通用しないんだから。そう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 。だからそういう意味では日本の国ってのはやっぱり独立してないんですよ、きちんとね。だからほら、あの自衛隊をあの軍隊にするとかなんつったってできないんだよ、はい、うん、やりなって言われない限り、うん、だからでもツイッター見てると、うん、最後のいつもツイートしてる上等区で、うん、多分雇われだと思うんだけど、うん、選挙に行きましょうって、うん、私たちが勝つには選挙しかないとかって書いてあるんですよ、うんうんうん、もう選挙もないもんね、うん、選挙行っても無駄だと思う。もうコロナの話とウクライナの話で、うん、もうバレた、全部バレたね、全部バレた、メディアのインチキと、うん、そうそうそう、政府のだから、うん、私たちみたいに掘ってる人じゃなくても、うん、一般人の人でも、うん、潜在的にあれ、うん、っていう人がおかしい、今いる、うん、みんな、うん、なんかっていうのもあると、うん、偏ってるからすごく、うんうん、そうそうそう、でも、うん、もうテレビってほら前からそんなに大体同じさ、あのこう朝の番組だって、うん、順番が違うけどほぼ同じ話題をこう流してるっていうこと自体に、それおかしいよね、うん、それもあれだよ、地方で交通事故がありましたみたいなのを全国のテレビでやるわけだよね、必要ねえじゃん、必要ない、そう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 、うん、あとあの天気予報のさ、あのなんか雷が来るとか雪が降って、うん、大騒ぎが本当やめてほしいっていうぐらい、うんうんうん、それよりもっと煽りよね、なんか煽りよ、50年に一度の大雨ですとかっていうのは多くなったもんね、毎日50年に一度で、毎年やるのはさっきも言ってたけど、うん、東京の人は雪に弱いから、うん、坂道でタイヤスリップしてる映像は 100% 流れる、そうそうそう、で手で押してやって、うん、どうでもいいようなね、ニュースだけ流して、いやだからもうその政党のインチキとね、メディア、テレビメディアのインチキとか、うんうんうん、あそういう空気になってる時に賛成党みたいなのポワンと出るわけです、そう、うん、そうそうそう、あのね、第三の何かを求めてるから、うん、もう完全に ね、うん、ね、もう先読みで、あの、そう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 、もうだぞ CIA は、うんうんうん、だからあんなのインチキ政党に決まってるやん、うん、もう悪いけど、インチキ政党しか出ない、でもなんか今回そのウクライナの問題、うん、ウクライナ紛争の中でやっぱりそういう、うん、西側のこう偏った見方の中で、うん、あの制裁すればロシアはもう物がなくなるだろうと、うん、とかね、あのこうそういう西側のそういうロシアの情報を出せば、うん、ロシア国民にそのクーデターが起こるんじゃないかって、うん、そういうのを期待してたみたいなんですよね、うん、全然起きない、そうでもそれは全然起きなかったみたいだから、そのもうか支持率8割ぐらいあるよ、そう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 、うんうん、だからルーブルどんどん上がってるし、うん、あのね、結局ソ連時代のことしかあの人たち頭の中がやっぱり止まってる、それを元に考えてるみたいな、うん、止まってるにはそうやってわざとそういうふうにやってる、あ、まあ、それもあるかもしれないですよね、うん、もうみんな分かってますよ、こんなウクライナが悪いってことは、でそのね、あのシベリアの方の寒いところにみんな行くって、あんな大都会になっちゃったのにさ、うん、みたいないつまでも収容所あの軍刀だからね、ロシアはソフォーズとコルフォーズみたいな、旧ソ連を今のロシアと思ってるんですよ、そうなんですよ、旧ロシアは今のウクライナなんですよ、そう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 ですね、うん、そっちに引き継いでるんですよ、ウクライナは、ロシア、今のロシア全然違いますから、ねうん、もうウクライナは犯罪大国だもんね、うん、国というよりはね、いや犯罪者がもう政治家になってるっていうような感じ、うん、よくほら、ね、遺体に臓器がなかったとかって、ね、今回なんかちょっと、ね、発見されて、あの2014年のに殺された人の新しいお墓をこう、うん、2014年に暴いたら、うん、あの50体の遺体の中に内臓がなかったとか、うん、へ取ってるんや、取ってるみたい、そう、でそれロシアがきちんと発表する、発表したのかな、発表したんだと思う、そのニュースをちょっと最近ロシアのね、うん、あの公式の発表って大体信頼できますよ、うんうん、そう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 、であの生物兵器の、うんね、まあ、バイオラブのね、あれも40何か所ウクライナで作ってると思う、うんうんうん、もうアメリカも認めてますからね、そうそうそう、ペンタゴンも、でもなんかね、平和的な、いやそれ言うんですよって書いてあったよ、なんか40何か所も平和的な、そうだよね平和的な研究所、はい、うん、そういうふうにペンタゴン言ったってするわけないけど、一応何でもつけとくのね、いや完全にもう証拠出てますからね、生物兵器作っててさ、うん、何が平和的なんだ、で、俺ちょっと一つ思ったことあるんですけど、うんうん、あのマクドナルドの跡地を800点ぐらい大富豪、うん、まあ誰が買ったか分かんないけど、うんうん、あんなことやります戦争中、あれはプーチンが全然こんな戦争大丈夫だよって、うんうん、だそうでしょうね、あれの表面の伝達、うんうん、まあ食べ物が困ってなければ結局買ってるってことじゃないですか、うん、ウクライナなんかは食べるものないんだから、うん、食料自給率もうほぼ 100%、うんうん、
うん、これエネルギー自給率も何百パーセント輸出してんだから、うんうんうん、でもそれがさもうひどいニュースばっかり書いてあるからね、うん、日本向けのニュースなんだろうけど、うん、制裁経済制裁なんかやってるのは日本だけだよ。そう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 日本だけなの知らないのね日本人。うんうんうん、この辺のバカ岸田のバカがさ、うんもう戦闘立ってやってるやん。だからロシアの方からするとあそこのほらサハリンのガス、うん、あれはどういうふうにするんでしょうね、うん、みたいなまさかねってただ撤退はしたくないって言ってるみたいだけどね、うん、どうなんだろう。ウクライナでさえパイプラインそのまま通ってるしね。そうそうでもあそこにとってドイツ行ったり、うん、ヨーロッパ行ったりそのまま使ってるわけだ、うんうん、ウクライナのライフライン全然潰してない、うんうん、普通戦争だったらすぐ潰すよ、うん、真っ先に、うん、電気止めたり、うんうん、止めるよ。だからほとんど何も起こってないんだよね、うん、キエフとかの、うん、そうだってキエフでだってあれでしょなんか海水浴してませんね、うん、海水浴だか川水浴だか知らないけどさそこでなんか招集してたよね、うん、こうオデッサ、うん、オデッサの会なんて、まあ、だから東とかね南の方ちょっとドンパチあったかもしれないけど大体あんまりあのだから報道だとねドンパチやってるけど、うんうんうん、まあやってるのはそのこう元のロシア人がいた地域ですよね、うんうん、地域のごく一部、うん、だってもうみんな占領しちゃったって、うん、あのロシアのニュースで言ってた、うん、言ってるよね。アゾフの連中をぶっ潰すのと、うん、生物兵器を、うんうん、そうそうそうところをぶっ潰す、うん、らしくやってない、うん、やってない投降してみたいな、うんうん、そうそう終わったみたいなね。アゾフの次の化学工場ルガンスクのアゾットっていうまた似てたわね。アゾットというなんか化学工場、うん、だけど投降したみたい。それはニュースにはまだないけど、うん、ロシアではそういうふうになってる、うん、でもウクライナにあのよそから武器をボン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 渡してもそれは、うん、端から売りさばいてるらしいからね。そうそうそう全部転売してる。転売屋だから、うん、それで儲けてる。そう、うん、だからねもうでもそう言ってほら日本ではまだウクライナやってるって言って今度防衛費上げましょうとか、うんうんうん、そうその児童手当下げましょうとかさ、うんうんうん本当ずるいのね、うん、それをあのかっつけてね。だからその日本でもそういうことが起こるかもしれないってもう刷り込まれてくるもんね。そう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 、うん、で結局それを、ねうん、憲法改正とか、うん、そうそう今そっちに話戻ってる、うん、そういうこと、うんうんうん、で結局そのさっきのね賛成党なんかも憲法賛成憲法改正には賛成なわけでしょ、うんねうん、もう外敵をやっつけるには自衛隊を国軍化して、うんあのね、防衛しなくちゃならないんだけど。でもさ敵国条項国なんだけど、うん、だから敵国条項の全然言わないよね。敵国条項を撤廃するっていう風に山本太郎が言ってたね昨日、うん、昨日ネットの討論会で山本太郎が敵国条項言ってた、うんうん、でもネットの討論会でさごくごく一部しか見ないし、うん、山本太郎のとこまで飛んでくかどうかも分かんないから、うんうん本当に言ってないと同じだよね、うん、賛成のこと言っていい？はい言ってどうぞ、うん、賛成党分だからこの松田ってやつねうん、うん、松田松田学ね松田さんね、うん、でこの人もだから統一教会ですよあ、うん、でこの人が推進してるのがマイナンバーあー、うん、マイナンバーでデジタル政府通貨、うん、もうこれやられたらもうあの人権なくなるからね、うん、全部あの政府に管理されることになるから、うんうんで TPP 推進でしょ、うん、もう TPP 推進入ったらもう全部、うん、もう売国だから、うん、もう裁判も何も全部アメリカあのそうね、ISD 情報でね国際裁判で全部負けることになるから、うん、で緊急事態条項、うんうん、まあそれももうあれでしょあれや、うん、なんだっけね、あれ言ってる受験法受験法言って、うん、受験法ってまあ、緊急同じようなこと緊急事態これに憲法何かがあった時に、うん、その日本が権利を渡すみたいあのヒトラー法って言われて、はいはいはい、イギリス時代有名で、はい、もう何かあったら政府が全部掌握しますみたいな、うんうんうん、完全に人権なくなる戒厳令ってやつみたいな感じなのかなそうそうそうだからドイツがそれをやられて、うん、でもう、ね、あの反枠とか、うん、そんなのも言えなくなったし物が買い物できなくなったしその受験法ってドイツでやるときに、うんもう国民すごいデモで大反対になったんだけどそれをバーッと制圧してあらら、うん、だから、まあ、それをこの参政党っていうのをやろうとしてるわけですよ、うん、だから参政党って今どんな政策するか分かんないやろ、うんうん、全然具体的に言わないでしょ、うん、でも過去にこういうこと全部言ってるわけですよ、うん、でそれをもう削除してるんよマイナンバーはやるわ、うんうん、ね、うん、でね TPP やるわこの党ちょっと外目から見てると、うんまあ、全国の主要ところ40何か所に立候補全部揃ったわけでしょ、うんうん、で普通だったら勢いがあっても、うん、なかなか
ね、うん、1人2人受かるかもしれないけど、うん、っていう感じじゃないですか、うん、初めて出てきて、うん、で今度の選挙見てると、うん、すっげえ数受かっちゃったなってなったら、うん、できできなんじゃないの、うん、話が、うん、まあ多分そういうのを狙ってる、ね、なんていうの、まあ、普通選挙はやるだろうけど、うん、まあ、今回まとめて何十人通すことはないと思うけど、うん、何人か通しますよ。でもその政党は結局できるってことでしょ、そのうん、そうあの国政できるわけよ、そう何人か通れば、うんうんうん、で自民党にあの連立組むわけでしょ、うん、結局はそうそう、で結局こいつら会見早だから、うん、会見早だから、うん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 、もう国民投票行くよね、もうほとんど自民党、国民投票も不正選挙ですよ、ね、別動態だからね、そうだから、まあ維新がもうあんまりにもひどい、うん、維新の犯罪がバレバレだから、うんうん、そうそう、だから維新がやちょっとやばいなと思ったから、そうそうそう、そういう気がした、うん、そういう気がした、バックはみんなもう同じ、もう統一教会、うん、もう全部そう、あの資金面を見てもすごい3億かなんかそんなんやん、そんなん出るわけないね、うん、あ何もやってたのあのそんな善意のね、市民がいくら寄付しても、うん、3億来たの寄付、うん、つぶったやつ、つぶったやつだ、なんか勉強会みたいなのやってるやん、あの人ら、うんうん、それが資金、何政治資金パーティーみたいな感じで、金取って勉強会やって、うんうん、だから飯は買わせない、うんうんうん、で立候補600万かかるんですよね、うん、党から、まあ、まだ党にはなって、うん、あの国政党にはなってないけども、うん、党から出して48、50、520、あ全然合うんだ、うん、足りるんだ、うん、ぴったりぐらい、うん、だからあのね、うん、どっから出てるんだろう、でもほらあんな全部動員だからね、山本太郎の時だってさ、うん、こんなに集まりました寄付がっていう時も、そうそうそう、こんなに集まんないだろうって、市民の力では無理よ、怪しかったんだけど、うん、怪しかった、あの都民ファースト、うん、小池の、うんうん、あの時にバーンとこんだけ人が集まったって、うん、わーってやってたじゃん、テレビで、うんうん、俺あれ見に行ったんだけど、うん、パラパラテレビいる時だけ動員されてるの、わーってきて、あとガラガラ日当出てるんや、うん、あの現場で封筒渡してたもんね、みんな動員なんですよ、うん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 、で、この参政党の演説会でも あなたまた昨日も来てましたねなんてバラしてるんや、いつも同じやつ来てるんだよ、銀座のバーのバイトですよバイト、うん、うまいことあの N 国党の人が紛れ込んでて、うん、質問したりして、うん、やり合いをやってますよ、うんうんうん、あれもやらせ、そうそうそうだから結局その何かこう自民党とか規制政党にもううんざりしてるところに、うん、なんか新しい風が吹いてきたなっていう感じで、うん、だから反ワクチンとか言う、うん、そう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 、だからそこの枠をこう取り込みたいわけ、そうですよね、反ワクチン言いながら自分候補者の自分とかの病院じゃワクチンバンバン打たせてるんですけど、うんうん、ああ、うんうん、それをだから、うんうんうん、あその医者がね、黒川っていう人が、黒川敦彦、まあ、N 国だけどね、あれがね、敦彦、ダメダメ言ってたんだけど、敦、うんうん、彦ね、会ったことあるんだよ、うん、あるある、国会議事堂の前のデモに行った時に敦、うん、彦が中心でやってたの、敦彦と私と4人しかいなかったよ、黒川敦彦、うん、オリーブの、そうそうオリーブの会の人、うん、で黒川翼の党だよ、ね、うん、今翼の党、翼の党、うん、で N 国にも、N 国なんだ、うん、N 入ったんですか、立花のとこに、立花のとこ入ったの、うんうん、あれ N 国党の今幹事長かなんかしてこれ、うん、だってあの人なんかね陰謀論者のところがあって、うん、いろんな人に陰謀入ってきて、うん、なんかその人だったしほらアフローし合ってたから黒川とね、うん、だから黒川からこんな陰謀ありますよってよくメール来てたもん、うん、本当だからちょっとおかしいんじゃないの、この人すごいユダヤの DS とか、うんうんうん、そうそう、それを言うんよね、統一教会のこととか言うんだけど、うんうんうん、あのまあ、参政党に質問状出したわけですよ、うん、ね、あんたらみんな統一教会の裏があるみたいな、うんうんうん、で返事が返ってこないとかなんとかわーっとか、まあ、それで炎上しちゃったんだけど、うんうん、いや俺に言わせるよ、黒川お前立花に質問状出せよと立花とか本当だよ、ね、でもっと言えば自民党とかに質問状出せよ、でもほらあの黒川さんってさ奥さんがさ市議会議員やってるね、そうそうそう、自民党系の松山市だっけ、うん、ね、うん、そうそう、だから今治でね、今治か、今治の時にね、そう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 、で100万もらったんでしょ、あの人たちみんな議員さん、うんうんうん、だからなんか、うん、おかしいでしょ、妻が自民党なのに自分は自民、うん、反自民なわけないじゃない、うん、でもまあ離婚しはったけどね、あ離婚したんですか、離婚した。で黒川自分でほらあの愛人とやっとったよ。愛人がいたんだ。いや東京なんかすごい。ずっと東京にいるんだもんね。であれやん黒川は下関で
安倍の選挙区だった、出ましたね、出た出た、あの後、そう、あの後聞いた、政選挙のこと言ったんだよね、言ってた言ってた、政選挙もネットで言ってたんだけど、最近言わなくなったんだよね、いや、相当もらったんじゃないの、だからやっぱり取り込まれたんじゃない、だって背に腹はね、変えられないっていう、肝心なこと言わないんだよ、肝心なこと言わないのは、うん、石原、石原じゃないや、石破に似てるな、うん、ああ、あの人も最後まで何もなく今自民党でいるもんね、だから参政党だから前に戻すけど、うん、これもう完全に安倍さんを応援してるし、うんね、で高市さんを応援しますで、うん、それがちょっともうダメだね、一番高市さんを応援しますなって、うん、完全統一教会じゃんね、完全統一教会、うん、もうじゃあもう維新も終わりかな、いやだからまあ維新は切られたんでしょ、そう切られたんだよ、あんまり犯罪が多すぎて、であと笹川財団との関係もあるでしょ、出たそこだよ、うん、ポイントは一番日本の闇じゃん、闇がこう今までのフロン、日本のフロントがこう表にやっと出たみたいなね、うん、で笹川財団でおるし、この神谷ってやつが、うんうん、であれやん、ユダヤ、ヤマトユダヤ教会、そういうとこにもそんなのあるんですか、ヤマトユダヤ教会なんてあるんですよ、日本とユダヤをつなぐようなのか、そういう団体が、そこのなんか理事だのかもやってる、神谷、今代表の人ね、ここの参政党の、うん、で この人元自民党だし、ね、で統一教会にも何回も行ってるし、もうそれはっきり全部安倍さんとつながりそうだよね、塚本幼稚園の理事もやってるんだよ、それあれじゃない、もう籠池さんとつながりじゃん、そうそうそう、みんな写真残ってますよ、ネットに悪ばっかりがこう塚本固まってんだね、なんか何かちょっと大和魂とか言うやん、ハイノリなのに、ハイノリかどうか分からない、ヤマト魂とか言うやつろくなもんね、愛国とかさ、ヤマト魂って絶対ダメだよね、あれ言うやつほど、うん、日本人じゃないんだよね、そう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 、本当に絶対そう、うん、そうそうそう、あとも統一教会、バリバリの統一教会、韓国ね、朝鮮の宗教だよ、うんうん、そうそうそう、そこがもうバックについてるんじゃ、もうどうしようもないじゃん、うん、まあとにかく自民党自体がそうだもんね、うん、もう統一の人ばっかしじゃない、ね、統一教会のこう収支のことをちょっと調べたでしょ、うん、そうするとね、日本が室町時代に、うん、その今の神道にあのした吉田兼友っていう人がいて、うん、でその人は自称吉田健康のね、うん、浦部健康の子孫だって言ってるんだけど、うんうん、実はどこの馬の骨か分かんなくて、うん、そのやつが儒教と道教とキリスト教と、キリスト教入ってなかったか、うん、儒教と道教と仏教と昔ながらの神道を組み合わせて作ったのが、うん、今の吉田神道、うん、唯一修言吉田神道っていう、うん、それを水戸黄門が江戸時代の最初の頃に採用してるんですよ、うん、で、統一教会の中心も、うん、結局キリスト教って言いながら、うん、あの大体道教が間違いなく入ってるんですよ、うん、道教と儒教が入ってるんですよ、あのお父さんお母さんを大切にしろとか、うん、道教儒教キリスト教なんですよ、うんうん、あのほぼ一緒なの、目上の人の前でこうやって隠して飲むとかっていうのが儒教なんですよ、うんうん、これね、それね、うん、それこれやってるからこうやって飲むやつはみんな朝鮮の身だとかね、そう、それ要するに飲むところがこうね見せないっていうただだけの話なんだけど、うんうん、だからそれはもうずっと、うんうん、だ続いてるのは結構そのユダヤなんかと一緒になるってこと自体そうだしね、うん、そのさっき出たその日本ユダヤ、うん、なんとか教会、ヤマトユダヤ、ヤマトユダヤかすごいよね、うん、ヤマトユダヤ教会って、うん、でそのユダヤっていうのはハザールユダヤなのか、うん、ハザールハザール、ね、スハラディなのかどっちなんだろうって俺はすごい思うんだけど、だって今はさイスラエルユダヤって言ったらさ、うん、あそこにいるの 90% ハザールだよ、うんうん、白人ユダヤだからね、うん、セム系のユダヤ人なんかほとんどいないんだから、うん、で全然違うみたいなのね、中身も、うん、セム系の人とハザールも、あの元々のユダヤ人はヘブライの民でしょ、うんうん、そうすると白人じゃないんだよね、うん、アジア系だよ、アジア系なの、うん、本当はだからイエス・キリストもそうだし、うん、モーゼもそうだし、うんうん、白人じゃないのに、うん、いつの間にかね白人になっちゃってる、うん、そうなの、ユダヤ人だっつってんの、うん、で今ユダヤ人って言った時にはユダヤ教を信じる人がユダヤ人って呼ぶようにしちゃったからね、うんうん、でもヘブライ人なんですね、うん、元はね、だから、うん、本来の
ヘブライとは違いますよっていう。でそれがそらウクライナの問題なんかにもつながって、ウクライナにあのエルサレムをね作るっていう、東ウクライナにエルサレムを作るっていうことから、大ハザール帝国を作りたいっていうのが野望らしいんですよ。それはソロスなんかはそうですね。あれでその結局ソロスのみんな手下でしょ、日本なんかもずっと、すべてもあのネオナチとかネオコンって言われてる人たちの、ソロス、ビル・ゲイツ、右翼も衛星左翼も、うん、そうそうそう、全部ソロスの手下。そうです、そうなんですよ、うん、だからそこがね、うん、よくブログとかでもあのこれなんかの話すけど、うん、結組赤白、うん、白組赤組作って、うん、上で見て楽しんでる人がいるわけよ、うんうん、そうそうそう、でこいつらがその、まあ、いわゆるディープステートの、うんうん、まあ、親玉で、うん、奥の院だね、うん、そうだね。で赤組白組もお互いたちのことを、うん、って本当は分かってる、分かってる、分かってる、まあ、うんうん、分かってない場合もあるんだろうけど、ほとんど分かってるね、うん、後から分からせてくると、うんうんうん、でちょっとほらちょっとこうツイッター見たりネット見たりして情報入れて、うんうん、でもそれほど奥まで調べない人は、うん、はい俺はこっち、そうそうそう、俺はこっちってしちゃうわけで、うん、でちょっと、うんうんうん、まあここに来てる人みたいに多少調べると、うん、もうなんだ赤も白も一緒じゃんみたいな、ピンクかみたいな話になるんだけどね、そこまで分かっくればね、うんうん、なんかそれを誘導する工作員もあるしね、そうそうそう、あなんかね、うん、結局その反ワクとか反ウクの人たちのこのツイートとかいろんなこうほら、うん、あのね、フォロワーの人見ても、うん、もう入り混じってる、うん、言ってることは同じなんだけど、うん、どうもこの人はこっち側じゃないかっていう人がたくさんいるよね、うんうん、だからその辺はもう巧妙ですよ、巧妙、だからね、見分けるコツは、うん、さっき最初にも言ってるけど、うん、天の万歳と、ね、もう一つなんだっけ、うん、さっき言ってる一番最初、中共ね、あの中国が敵国になってんだわ、仮想敵国に、うん、それはもうあの日本会議がそうだから、だからそこ天皇万歳と中共反対っていう人の話は、うんうん、リトマス試験紙やね、それね、嘘ですから、うん、嘘ですから、ね、別に敵国じゃなくて中共は、うん、仮想敵国、仮想がつくのね、うん、あのね、日本会議の日本の場合の仮想敵国ってのは中国なの、ずっとそれは日本会議が中心だから、うんうん、なぜかっていうと、うん、あの中国が天皇の秘密を前から知ってるからだからさ、俺ちょっと中国って言うと、うん、もう今の日本の人の認識ってすごい悪い国っていう、うんうん、悪いことすることが多いっていうふうに思うけど、うんうん、本当にほとんどの人言ってないわけじゃない、うんうん、もちろんニュースのとかツイッターの情報を見て悪い悪いって言ってるだけど、本当はすごく良くて、うんうん、あのこっちに対しては本当はいい国なんだけど、うん、あるその一部の人が舞台が、うん、中国人を送り込んで、うん、そいつらに悪い爆買いさせたり、うん、土地買わせたりすれば、うん、ちょっとやっただけで悪く見えるわけですよ、そうそう、うん、そういうのもすごい聞いてるじゃないですか、あの、ほら韓国にもいるけどさ、うん、あの親日議員がいるわけ、うん、中国にも韓国にも、うん、で親日議員っていうのは日本をこう攻撃するように見せてる人たちがいるのよ、偽装攻撃家が、うんうん、あの日本から親日なのに本当は仲いいんだよ、日本を攻めるんで、うん、で金を引っ張り引っ張っていくわけよ、そうそうそう、だから慰安婦の問題とかもろに親日議員がやらせてるわけだ、あのね、あの慰安、今回ほらムン・ジェイエンだけがさ、あの言わなかったでしょ、慰安婦問題のことも何人も、あの人とだから本当ムンと自民党はものすごく仲悪かったんだけど、うんうん、今の新しく今度またあの新しい大統領になったら、うんうん、今の大統領と日本自民党は仲良し、だから慰安婦問題また復活します、ね、そうなんですよ、ね、間違いなく、だから慰安婦応援団なのよだっていやいやいや日本から金引っ張られるんだから、それが中国にも いるの、うん、中国の中にもユダヤ勢力があるからね、そうそうそう、だから習北京、うん、習近平北京習北京何かな習北京いいとか悪いというよりも、うん、もっとその手前でいろんなことが起こってるわけだ、うん、あそこまで行く話の前に、あのね、習近平がすごくその賄賂政治をそう今すごくこう、うん、あの綺麗にして中国、うん、ね、うん、中国を裏切った人たちをみんな多分死刑にしたか刑務所に入れたかやったんだよね、うんうんうん、だからプーチンがオルガルヒをやったのと同じようなことをやったんだよね、うん、習近平がね、うん、ということは、うん、その習さんとプーさんはお仲間で、うん、まあそうでしょうね、多分まあ仲間というより、うん、あの同じ目標があって、うん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 、意思もそうだ、そうだと思いますけど、それに反乱武士がそのどちらに、まあ、反乱武士っていうのは全部、うん、あの米国から入ってくるのね、プーチン言ったじゃん演説で、うん、もう
ね、傀儡政権でないのは中国とインドぐらいだ、ね、そう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 、他全部もうもうみんな入ってるの、もう見抜かれてるってことだ、言ってるんだよプーチン、うんうんうん、言ってる、言ってる、見抜いた主権の一番おっかない国だっていうね、主権のない、日本なんて主権のない国なんて、うん、もう相手しないで言ってるんだよ、そう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 、うん、言ってる、ちゃんと独立で出てこいみたいな感じ、うんうんうん、あ、よく原爆落とされて、うん、あの米国に従ってるなっていうこと言ってるよね、プーチンは今ね、すごいチャンスなんだ今ね、うん、そうそうそう、絶対俺プーチンつくべきだと思うんだよ、ね、私もそう思うよ、いや俺もそう思う、もうロシアと安全保障、うん、ね、うん、条約、うん、結んだわ、あと結んじゃって、うん、もう明日にでも、資源ももらってね、ロシアと中国とね、うん、北朝鮮とね、パイプラインは、そうそう、もらってあのガスをさ、買えばいいんだよ、そうそうそう、例えば原発なんかね、本当いらないんだから、本当、うん、アメリカはね、うん、もう基地全部買えてもらって、うんうん、で米は全部作って、うん、そう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 、なくなっちゃうんですかね、うん、だから自給率上げればいいんだし、ね、農家は潤うし、政党が出てきてきたら応援するわ、うん、作るしかないんじゃないこれ、ってことは今応援できないかっこんかっこんとかっこんとかっこんかっこんしちゃったねみたいな、かっこんと投資いいじゃないですか、ダメだよね、だけどあのダメだよ、日本人がさ、お花畑に過ぎてね、あの絶対ダメなのはね、うん、天皇陛下をの天皇制を見直しましょうっていうところには、うんうん、もう絶対的に敵としてやられるよ、うん、だからあとほら資格特別会計派遣されるね、うん、それ天皇批判したら絶対もう今殺されます、殺される、うん、天皇と特別会計が踏み入れない、みんなね、陰謀論者でもいいこと言うんだけど、うんね、そこ言わないもんね、うん、天皇のことはなかなか言わない、言わない、だ言えないよね、純、うん、ちゃんぐらいや、純ちゃんぐらいだから俺らは純ちゃんあんまり聞いてない、でも、うん、それはもっと言うべきだと思うけどね、いやだね、ま、今日はあんまり陰謀論者のこういろんなこと言いたくない、今度はいろんな人のね、うんうん、細かいところ、細かいところはちょっと言いたい、チクチク、チクチク言いたいですね。じゃあ次はね、陰謀論を、チクチクと陰謀論を切る、ラプトとか、あ、ラプトとかね、ちょっとあと小清水さん、有名な人はいいよね、うん、あの辺をちょっとチクチク、あんま聞か、最近聞かないな、小清水さんも、うん、天皇のこと言わない、うん、言わない、そこだよ、その二つですから皆さん、うん、あの天皇、それはちょっと悲しい、ね、他のいろんな論はね。少し言ってんだけどね、うん、まあフラットアーサーは論外ですけどね、フラットアーサーは言ってもしょうがない、フラットアーサーなんか、うん、もうあの幸福の科学から出た人でしょ、うん、あの人たちって、お、うん、そうだと思うよ、あ、そうなの、うん、じゃあフラットアーサー言ってるのは幸福だと思います、うん、うん、あの幸福っていうのは頭いい人がいっぱいいるんだよ、それで何のあれがあるの、何なんかまあ、多分あの既成概念を壊したいんじゃないですか、地球が丸いっていうふうに思ってることが古いんだよって言いたいんじゃないかなと思う、分かんないけどね、あのね、まあ、見たことないけど、ね、あの見たことないけど、どっちもね、だけどそういう人たちの集まりっていう、とにかくあのたくさん間違った集まりを作りたいんだっていうふうに私はちょっと思うんですよ、うん、あとアーサーにしてもその参政党にしても、うん、いやいいよって言って、この、うん、あなんつうんだろう、分断したいんですよ。したいんだよね。あと分断と分散。あの人にガチってやられちゃ困るな。だからほら田中坂井ね、うん。あの人の話あれ読むと、結局何がそろそろしたいのかっていうと、うん、要するに政治家と国民を分断したい、うん。みんな分断させたいみたいなのね。そして混乱を招きたい。うん、ないで混乱招いてどうするのかと、その田中さんに言わせるとみんな失敗してんだけどねっていうわけ、うんうん、いやソロスとかさ、うん、あの辺の連中いるじゃん、なんかロックフェラーとか、うん、なんかまあ財閥の方ですね、うんうん、何が楽しいかと思うね、そうでも誰もそう思うと思うけどね、本当の幸せを知らんと、そうそうそう、うん、だってあの人たち変態だもん、うん、だよね、大概よ、あのダボス会議の怒ってる変 なんかお尻で字書いてたけどさ、あれさ、今回のダボス会議の日本の出席者見たら日立製作所の人が多いの、だってさダボス会議でさ、あのこの網タイツ入った女の人がさ、こうブランコに乗ってさ、うん、お尻にさなんか墨つけて字書くこう書いてたよ、うん、でみんなパチ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 撮って、それはさマジですよ、日立製作所のお偉いさんがバチバチ撮ってたのかなと思うとね、茨城県人としては、うん、あのね、とにかくほら
あのあとスイスのさトンネルがさ、うん、あの開通した時おかしなパフォーマンスやったりするじゃないですか。あれと本当に同じ類似してる、うん、そういうふうにあの変態、うん、そういうことです。変態があの牛耳ってるっていうことね。だから昨日のねバイデンとバイデンのこう発表もね、うん、バイデンがさあの娘とずっとシャワー浴びてたんだって、うんあー聞いたことある。それでさ、うん、娘はそれがすごく嫌だったっていうのがもう暴露されちゃったわけですよね、うんうんうん、そしたらバイデンがものすごく怒ったらしいんですけど、うんうん、それって絶対そうでしょ、うん、そういうことですね、うん、それはいいですけど、うんうん、それ絶対そうでしょ、うんうん、そしたらそのほら息子もさもうその写真がさ、うん、なんだか5歳くらいの女の子がさこう手つないで一緒にいるとかさ、うん、よりなの要するにバイデンも親子もみんなそのロリであり、うん、もう何だろうごちゃごちゃでありっていうそういう人たち。偽物バイデン偽物なのか本物なのか分かんないけどゴムで、でも偽物でも本物でも嫌なことするなっていう感じ考えられないの。変態などは偽物も変態だからね。そうそうそう、本物も変態、どっちも変態です。大体ほらブッシュとかさ左の頃もあの頃も同じような話出てたんでしょ、うんうんうん、ずっと。だからもう政治家ってのはやめましょうよ、うん、あの人は政治家じゃないんだ、征服者なの、うん、征服者、うん、でそれにさそのもうあの踏み切って読んでいいとかバカみたいなこと言ってたんですよね。踏み切って呼ばれてどうですかさ、いいですって言ってちょっと我々はあのエトロフあたりに移住しますか、うん、あのなんか違う変態だなと思ったんですよ、うん、踏み切るの、うん、カラフトも広いからカラフトでもいいけど、うん、冬は寒いな。万が一移住しなくちゃなって受け入れてくれるんだったらロシアだね。そうだね、ロシアが一番いいから、ね、一番あの平均的、まあ、ロシアか中国だなもんな。ニューヨークなんか行けないね。だって今ニューヨークなんかさみんなさあれでしょ、あのテントに住んでんじゃ違う、うん、そう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 、えうん、いやでも不老者が多いって、不老者が多いってこと、うん、だってなんか物価すごい高いとか言ってたね。そうそう、だってあそこに、うん、あの 2LDK とかで住んだって20万ぐらい取られるよきっと、うん、2LDK って狭いとこでも、うん、ニューヨークは今後ね参院選の後に、うん、今あの国の補助があってガソリンが215円でしょ本当は、うん、215円を35円とかなんかで160円ぐらい落としてて、うんうん、で今度はそれがうん、もう国も大変だと、うん、参院選終わったら3年間この空白の時間ができるわけじゃない、うん、そこにもちろん会見も含まれてくるだろうし、うん、消費税、うん、あの 20% って話だよね、うん、どうなるこれ。やっぱりどうなんだろうね。僕はプーチンに助けを求めます。あのね日本人って大人ってどうなるかっていうよりは、うん、あの日本人は我慢強いとか何もしないって言うけど、うん、食えなくなってお金がなくなったら何もしないわけにいかないの、うん、だから本当に食えなくなった時はやっぱり暴動を起こすんじゃないかな。多分最後の最後言ったら日本人はおっかないような気がする、うん、いや日本人だけじゃなくて、うん、みんなおっかないでしょ、うん、ほら大正の米騒動があったでしょ、うん、江戸時代には危機になれば百姓一揆やってたんですよ、うん、この国はね、うんうん、農民はギリギリまで行って、ギリギリまで行って、そうそうそう、だからそうなるんじゃないですかね。だから多分あれじゃない、うん、その山本当の大和魂じゃないけどさ、うん、そうなった時はさ命なんか関係なく怒りに身を任せてなんかやんじゃないかなっていう気はする。ナウシカのオウムのように目を真っ赤にして、うん、青い服着てね黄色い草原でね、見たことないんだ。あれなかなかいいですよね。いいよ、好き、ナウシカ、ナウシカ、うんうん、あれはいい。トトロと、うん、魔女の宅急便じゃないですか、ね、それ子供が見るやつですよね。ナウシカは、あと、あとポニョ、ポニョ見た、ポニョ、ポニョ、あれ子供が見るやつじゃないやつ。やっぱナウシカがいいよね。もののけ姫も好き、うん、あ、もののけ姫も見た、あとラピュタがいいよ。ラピュタがいいね、あとね、ラピュタ好き、うん、あとなんだっけ、あの顔なしが出てくるやつ、セントチヒロ、セントチヒロも、さほどでもないような気がするけど、あとホタルの墓ね、あれはダメだ、あれ見ちゃダメだね、あんなかわいそうなやつないよね、もう見られて見ない、そうそう、いやあの女の子はかわいいんだよ。じゃだから見られない、あの子はサクマドロップがなんとも生々しいっていうかさ、うん、あれさ野坂昭如が原作だよ、あれ本当の話でしょ、実話だよあれ、実は、うんうん、野坂昭如のね、うん、本当に妹亡くしてんだ、うん、あ、本人の話でしょ、そう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 、実話なんだ、まず実話だと思えば思うほど見られないよ、うん、もうここが痛くなる、ね、痛くなる、うん、痛くなる、うちの娘3歳の時に大好きであれね、うん、日本から何から全部買って、うん、毎日ビデオで、うん、娘さんが、ね、セリフも全部覚えてる、うん、でね、ドロップ買ってって、
佐久間ドロップ、あんた節子ちゃんだったんじゃない。佐久間ドロップってまだ売ってる、売ってる、売ってる、100円ちょっとだよ、うん、あれだから日本中に空襲をね落としたのが、うんうんうん、カーチス・ルメイっていう司令官や、うん、カーチスで、それにあの戦後勲章を与えたんだ、うん、小泉や、そう、だから小泉純也、あ、小泉純一郎のお父さんなんで、うん、それと天皇や、あのね、勲章を与えた、たくさん殺した人に勲章をあげるんですよ、うんね、日本中で日本中を焼け野原にして、うん、何十万殺した人に勲章を与えてる、うんうん、天皇と、うん、ダメでしょう、ダメでしょう、小泉さんは、うん、ダメでしょう、ダメでしょう、ダメでしょ、だいたい日本が国際条約違反だって米国のこと言わなかったらダメでしょ、いくら負けててもね、だって民間人殺しちゃダメなんだよね、うんうん、どんな戦争だって本当はね、うんうん、ダメなの、無差別攻撃はダメでしょ、うん、そうそうそう、イラクで何十万人殺してんの、もう米国、ね、米軍はすごいよね、うん、日本の理由もないんだよ殺す理由、うんうん、何もない、なんかどこのあれももう艦砲射撃でさ、うんうん、水戸から日立から日立中この辺だと、うん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 、ほとんど太平洋岸はやられちゃったでしょ、うん、あと新潟にしろ、うん、まあ、あっち側もね、青森だってすごい、青森だってすごいでしょ、空襲で、うん、疎開しても意味がなかったんかな、だから本当にこういうところ、あ、うん、YouTube にいっぱいあるよ、あの艦砲射撃のアメリカ軍が撮ったやつ、うん、で畑に お母さんと子供がいるので、ね、狙うんで狙うんで、ってバババババってやると、うん、いなくなっちゃうんだそこから、うん、消しちゃったの、うん、で消しちゃうっていうか、ね、それバラバラになる、あ、バラバラが、うん、要するに機関銃だから殺されちゃうんだね、うん、それが最初見た時、うん、これ作り物じゃねえのって思ったけど、うん、あのちゃんと昔の映像です、ね、純ちゃんに言わせりゃ闇雲にね、うん、爆弾落とすんじゃなくて、うん、ちゃんと計画的にピンポイントで落としてるから、うん、そうですよ、うん、そう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 、この地域にはね、うん、日本人が多いから、うん、そこに落とせみたいな、うん、全部情報はだってほら、そうそうそう、残ってるところがおかしいじゃないですか、この病院が残ってる、工業が残ってるの、なんであんな綺麗なのは、うん、あの燃え、一番燃えるところ、そうそうそう、だって皇居なんか一発落ちてない、落ちてない、落ちてない、だからもう普通だと皇居に一発落とすよね、銃はね、うん、だって敵国の大元帥よ、大将なんだからね、なんでそこに落としは終わりなのに、そこだけ残して周り全部だからというか思うけど、今こんなにさ原子力発電所が原発があるのにさ、原発の周り囲わなかったらバカじゃないですか、うん、一番そこ狙ってくるはずじゃ、うん、普通だったら、で普通の国は原発の周りを警備するのはマシンガン持つんですよ、うんうんうん、日本は自衛隊が守るわけじゃないから、うん、普通の民間のガードマンだから、うん、ピストルすら持ってない、うん、持ってない、警棒しか持ってない、うん、いやもう原発はもうあれ日本の現場って乗っ取られてますから、ね、あ、そうそう、まあ、イスラエルがね、うんうん、全部管理してるからね、マグナ、マグナがね、うん、だからもう、全部マグナだよ、うん、日本の現場管理してるの、管理してるの、うん、そう、みんな知らないんだ、うん、だろうな、だから戦争ってなったらもう狙ったらいいよね、そこね、そう思うんだけどね、うん、だけどなぜかそこにはあんまり考えがいかずね、その 北から行ってもさ、泊まりがあって、うんうん、あと、あ、青森東通り6カ所、あ、6カ所もあるか、うん、あ、ウランの工場ね、うん、東通り原発あるし、6カ所村なんかどうするんだね、宇都東通りに泊まり6カ所、うん、6カ所再処理工場だね、うん、あそこの使用済み燃料って言ったらもう日本一もう置き場所がないぐらいあるんだから、うんうん、あそこが一番の被爆元になるからね、攻撃したら、うん、で、小村湖あって下がって、うん、あの三沢基地でしょ、三沢基地でしょ、うん、何落としたって平気だからね、うんうん、しじみからがどうなろうと、でもなんかこの前落としたよね、わざと落としたよ、うん、あっちのあのなんだっけ、日本から落としたでしょそうそうそう、だから日本なんかちょうどいい具合にさ原発できてるから、うん、そこ攻撃されたらね、うん、もう終わりだよね、うんうん、何もしなくてもいいんだよ、うん、死んじゃうんだから、うん、原爆を押さなくても、うん、あのロケット押さなくても、うん、もう中に中で操作すればいいんだ、ね、そうそうそう、ボタン一つで、だからそれ311で、うん、遠隔操作で、そうそうそう、どの国からでもそうだよね、ボタン一つで、ハッキングできちゃうんだしね、うん、そうそう、特に日本なんかもそういうところ、うん、なんかルーズそう、ルーズルーズ、いやもう完全に乗っ取られてるんですよ、うん、今、うん、日本って、そうそう、でも完全に乗っ取られてますよ、うん、だって日本の石が通ることないんだもの、うん、何一つね、うんうん、まあ、だからどこにね、そうやってあの、うん、お金、何、あの、ちゃうちゃうちゃう、その例えば参政党がね、うん、なんやかんやってこうやってこう言うやん、うんうんうん、戦争の、うんうんうん、ね、日本守るために、うん、愛国心がどうのこうの、うんうん、で結構愛国心を持ってる人らがそれに賛成するわけ、うんうん、そうでしょうね、うん、
そんなんね言ったって、うん、何もならんのじゃない、何もならない、ね、うん、何もならん状態で、うん、あるっていうことを知るべきよね、もっとね。そうそう、あのね、もうすでに何やっても手遅れで、うん、もう最後にやるのはそのた結局あのみんなが怒って一気みたいなことする以外ないんでね、うん、それで通るかどうかは分かんないけど、でもそのぐらいしなかったらもうただ無駄死にしていくような、うん、そういう雰囲気あるよね、うんうん、いや俺日本人がそうやってね、うん、一気したらね、うん、まあロシアとか中国とかいろんなところが助けに来ると思うわ、うんうん、それになってほしい、民衆が立ち上がるとね、よっしゃーって日本助けろって、あのね、民衆が立ち上がることが一番怖いことでしょ、うんうん、多分その向こうその米軍からすればね、日本が今どんな勢力に乗っ取られてるかっていうのは大体もう海外では分かってるよね、うん、そう分かっ、だってもうロシアの日本に対するロシア人の書き込み見るとさ、うん、日本人って本当にバカだみたいなこと書いてあるよ、うんうんうん、面白いのはさ、うん、中国の人が日本どっちを買いまくってるとかさ、うん、ロシアも買ってるとか言うの、うん、であれは本当さ、そういう風になった時、うん、あの、ごめんなさい、あ、何ピーや、ピー、間違いなく入れてね、何よ、うん、名前言っちゃったら、うん、この、まあ、ピーはこの間もね、一応一通り見たけどなかったから大丈夫だった、でもね、だからあのまあいいけどね名前ぐらい、なんかあった時に、うん、さっき言われたように本当に逆に私たちが思ってるような中国人じゃなくて、うん、ガラッと変わっちゃって、うん、お前らこっちだみたいな感じで、うん、そういう場所のためにいろんな買ってね、うん、用意をしてるんじゃないか、うん、それはどうかな、ちょっとうがった見方かもしれない、うんうん、そこまではないと思う、ロシアのなんで大使館のあツイッター、うん、ツイッターのやつ見てる、うん、見るとさ、うん、すげえ優しいよね、優しい、日本に、うんうん、でまあ、自分ら分かってますよって、うん、そうそうそう、で書き込んでるみたいな感じで、そうそう、書き込んでロシア大使館の、うん、アカウント、ロシア大使館のアカウント、え、私もなんか書いたよ、うん、それあのもうまた会えないのがあれだとかなんかいろいろ書いたけど、うん、じゃあ日本がちゃんとしたら公正な選挙でちゃんとした政府になったらよろしくお願いします、戻ってきてほしいですみたいなのを書いた、それはあのトランスレートして、うんうん、日本語です、日本語で書いてあるから向こうが日本語よね、だから結局さ、日本の国民の中で分かってる人がいるってことは知ってるはず、うんうん、そう、ね、それは分かってる、まあ、今度じゃあお願いしとこう、メール送ってロシアに亡命したいんですけど、うん、亡命とも言わないか、うん、移住したいんですけど、でもそういう人がずっと書き込んでるね、どっちかって言ったらね、うん、あの親日、うん、あ、親ロの人、親ロの人がね、うん、あの北のよ、国後島、エトラフ、ポーランドは、うん、ロシアと日本人の人で、うん、あの一緒にそういう気持ちが同じだったので住みましょう。そうそう、うんうん、意外にこう似てたりとかするところあるんだよね。うん、あのアジア人だからね。うんうん、あの元々ウラジオストクとかに住んでる人、うん。そう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 。まあもうあのソ連時代にこう移民した人もいるでしょうけど、うん、元々はモンゴルの人とか中国の人とか朝鮮の人とか同じ民族だからね。うん、あ、アイヌかもしれないし、うん、アイヌももちろんいるし、うん、アイヌもいる、ね、うん、そうそう、アイヌってなんかそうらしいよ、アイヌは遺伝子調べると、うん、白人もともと北から降りてきた人だから、うん、そうですよ、なんかロシア人って言うとさ、ほらあの金髪の色白じゃなくてさ、うん、なんか東洋人みたいな人いないロシア人、いるよ、いるよ、あの、ね、うん、あのね、あのエスキモじゃないけど、あっちのその北極の方行くといるよ、いっぱいそういう顔が似てる、うん、世界一、韓国人みたいな顔が似てるし、多民族国家はロシアの、そうそう、実はそれが一つにまとまってるわけだ、そう、あのそれまで大変だったと思うけどね、うん、あの言葉も違うから、うん、でも今まではさ、うん、旧ロシア の、うん、あのソ連か、うん、かあと古いさっき言われたロシア、うんうん、思い込みのロシアね、うん、あと悪い中国、うん、だけど実は全然逆だったりして、あのね、長い間かけて少しずつ洗脳してきてるから、うん、あのなんだっけ昔はさ、金高薫の、うん、地球外の旅、世界の旅とかあったでしょ、うんうん、であとゴキタさんのやってたビューティフルサンデーのさ、朝日の番組とかあったんだけど、うんうん、ああいう番海外の現地の情報そのまま伝えてくれる番組がないのね、うん、今ね、うん、世界街歩きは NHK でこうやってるけど、うん、あれはちょっともう入ってるからね、綺麗なとこしか映さんとね、で今ないんだよ本当に、その世界の情報がね、うん、本当のこと、本当のこと、そうそうそう、まあ金高薫さんは相当なんかあのリアルに伝えてたと思った、うんうんうん、見てたけど、ずっとあれ中丸薫世界の旅はないない、ない、ないない、あの胸に光が入った人でしょ太陽の塔、いやいや、そうそうそう、あるのかな、弁天なのに孫じゃんそう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 、武田の親戚だろ知らないそれ、武田と関係あるの、だってどあれ、ヤシャゴと孫でしょ、だってあの武田っていう人は実際の孫でしょ、ヤシャゴ、ヤシャゴか、
あの品の悪いやついないよね。そうよ、うん、あの人おかしいもん、うん、あのもう変態だと思ってる。賛成と応援してんじゃない、もしかしてあの人、うん、そういうタイプに。だってもうロシアがちょっとでも悪いことすごく喜んでるもんね、うん、あんなに人のことを喜ぶ人いんのかなって。トラモニュースは賛成と応援してるやん。あの、うん、武田教授出てるじゃん。あ、武田国彦、参政党から。あ、そう、うん、前は年寄りの党からたくさん出たよね、うん、なんだっけ年寄りの党が出たでしょ。立ち上がれ日本みたいな、立ち上がれ立ち上がれ日本、うんうん、あれで安江さんとか出たよね、うん、安江さんって合気道の人、エジプトの、あの頭もじゃもじゃの人。そうそうそう、物理学者、岡山の何大学だっけかの物理学者だけどさ、あ、立候補したなんですよ。出たよ前、結構落ちたけどさ。いや、結局なんとか万歳の人らだから、うん、まあそこにいつも行っちゃうんだわね、うんうん、だからね。いやそこでもね、これから参院選不正選挙やられて、まあやるでしょうね、でこんな憲法改正の国民投票で、うんうん、不正選挙やられて、不正やられて、うんうん、もう憲法改正されて、うん、うん、そうするとね、うん、一応我々の読みだとね、うん、自衛隊が国軍化するでしょ、うんうん、その時に、うんうん、もうその時点で、はい、中国とロシアは来ると敵国条項をして来る可能性あるので、それを楽しみにするしかないな、もうこの日本は、うんうん、多分ね、もう中国、うん、ロシア様に助けてもらうしかないね、うん、その時さ、米国はさ、うん、あの敵国条項同じ常任理事国として、うん、やっぱり日本のこと攻めんじゃないでしょうかね、うん、だと思ってるの思ってんの、うん、日本を助けないと思ってんの、うん、助けないよ、助けないでしょ、こうこれ分取りなさい始まっちゃう、だからそうすると日本に今度さ、うん、ね、分割、うん、だからな、せめてロシアとか中国方面の方に分割してもらいたいと、ロシアと中国とアメリカで三者会談やって、うん、じゃあ日本どう分割するかって話になっちゃうよね、うん、でロシアになった東日本、まあ、おそらく東北北海道、うん、ここはラッキーなわけ、ね、東北北海道はね、あ、あの東北関東、うん、この北関東と東北は汚染されてるから、うん、おそらくいらないって言うと思う、うん、なんかジョン隊ってあの2020年の地図だね。じゃあトップとして残るかな、日本の、うん、そう日本トップ、そう、もともとさ、うん、あのそのなんその古代紀元前の頃はそのこっちは和国って書いてあったからね、うん、あの関東の方はね、うん、で向こうの方がなんか邪馬台国みたいなこと書いてあるんだよね。そうそうそう、とにかく今もうアメリカに占領されてるってのは一番最悪の状況ですよ。そうそうそう、最悪、本当ね、うん、一番最悪。だからやっぱり敵国条項が適用されてるんだっていうことを全員が知らないとダメなんですよ、うんうん、だから言っちまうと、なぜパソナが淡路島に本部をね、うん、持ってったかっていうのは、うんうん、もう西日本側は、うんうん、アメリカなり、うんの、 あの領土、うん、領土になっちゃうんじゃないの、うん、もしかしたら中国かもしれないんだけど、うん、まあ中国と竹中が組んでるとは思えないんで、うん、アメリカだなやっぱりっていうことで、あのね、中国の中に竹中っていうか、その前のほらなんだっけ、あの人笹川、うん、の仲間がいいんだよね、うん、中国にいんの、だからその人たちが今どうしてるかっていうことが問題かなって気がする、うんうん、だから我々はとりあえず大丈夫です、ロシアの領土になる、ロシアの領土になる、勝手に決めそしたら関東、東北、北海道からは英会話教室なくなるね、うん、あ、ロシア教、あのロシア、ロシア語、はい、ロシア語が必須になります、ロシア語を勉強しなきゃ、うん、どうだそうだね、まずマトリョーシカ知ってるから、鮭と県外も食べ放題、あ、食べ放題あ、ウニもね、あ、回転寿司安くなるぞ、うん、別に大仏見なくていいもんねどうなるかどうかは分かんないけどさ、その前いろいろ大変なんじゃないかな、晩飯ボルシチと、うん、ボルシね、うん、揚げパンみたいなやつね、でダーシキパピロシキ、あとみんなダーチャ作って、あの週末の週末農業ですから、週末だいたいそういうとこに行ってんだよね、あの家で少し農業やろうかなとか、うんうん、あ、楽しい未来が待ってます、楽しい未来が待ってます、楽しい未来なのお母ちゃん、うん、でもロシアみたいに分かりやすい方がいいんじゃないの、まあいいだろう、アメリカみたいとかイスラエルみたいなそのロビーの活動で何がやってるか分かんないよりは、中国とかロシアみたいにピッとこれはダメだよこれはいいよって言ったら分かりやすくて住みやすいと思うんだよね、やっぱりあれじゃない、あの、うん、ロシアはロシア人の人があの、ね、大統領になってると、うん、で中国も中国人の人がなってると、ただ日本だけが違うっていう、うん、日本だけじゃないですけど、うん、いろいろ、うん、
でそういうとこが違うとこかな、一番はね、うん、でもなんでこの国をさあのほとんどほぼ中心にさ攻めてくんだろうね。えよくほらそこでそこであの分かる、あの出てきちゃうんだよ。確かに今イラクもやられた、ベトナムやられた、なんだってあるけど、最終的にはそういうのはここに来る伏線みたいなもんじゃないか、うんうんうん、なぜここを中心狙ってくる。最後はね、最後は日本、日本、その最後は日本、うん、なんでかというとメソポタミアの流れの人たちがずっと昔日本に移住して住んだから。やっぱそっから。そうでしょ、それしかないですよ。だから そんな 何千年も恨んでるの。恨んでるわけじゃないけど、うん、特別ある意味そうなのかな、うん、私そこまで日本ってあの一番最終的に狙われてるとはとっても感じないけど、うん、それはだから特別っていう感じがするかもしれないけど、うん、だってヨーロッパの国民だとかアメリカ米国の国民だってもっとひどい目にあってんだよ、うん、日本みたいにさあの強制にワクチン打たせ、あ向こう強制的なワクチン打たせたりしたけど、うん、日本はそういうことはないわけじゃない。だからそこまで日本って狙われてるのかなって私は逆に謎には思ってるけど、うん、どうです、その特別扱いされてる。ただあ あれでしょ、あの奴隷国だから好きなようにされやられてるだけじゃないの、うん、とりあえず財布だから。だからその後の話、ね、お金だよ、その後の話の話だからね。お金ね、お金があるからじゃない、うん、あの日本の 国民が、うん、だから理想としては一回占領されちゃうのよ、うん、そうそう、中国とロシアと理想とって ね、 ねでそれからまあ何十年か何百年経って戻してもらうと、うん、そうね、あのねやっぱ返しましょうと、あの自分あのなんか仲間同士で自滅し合ってさ、あのアメリカとかね、うん、イギリスが自滅し合ってからがいいね、最後自滅するよ、そうそう、あの人たちは、うん、あのハザードの連中が死に絶えて、でも今ソロスの息子とか頑張ってるらしいね。そうなんだ、そうなんだ、いるらしいよ、なんかもっと悪いらしいよ。あでもほらなんか一時期さあのロックフェラーの J だっけ、うん、が仕切ってた頃あったじゃないですか、うんうん、であの人がすぐ死んだ後はそのデイビッドという甥が出てくるって言ってたけど、うんうん、それがほらトランプ応援してたって当時は言ってましたけど、うんうん、なんかさほどでもなかったのかな。そうだからデイビッドロックフェラーが死んだ時みんなやったってね。そう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 、うんでソロスも今90何歳でしょ、うん、でもうなんか死んだ顔しとるよね、うん、死んだ顔してる、ね、次から次へね、まあ臓器移植して生きてるんでしょうけどね、うん、次から次へとね、次から次へ出てくるから死んでも、うんうん、死んでも同じようなとにかく、うん、あのそのあの頭の中が悪魔教で支配されてるからね、うん、そういう人たちは変態悪魔教で、ね、次から次へ、うんうん、そうなのかも、こんなことやる人うん、うん、そう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 、うん、こうかこうか、うんうん、なんかよくわかんないけど、うん、あの狐だねこれ、これ、うん、そうだ、皇太子のやつだからね、うんうん、そうやってた、あれもあの人たちもほら、うん、そういうの関わってるでしょ、だっていや天皇家で言えばね、今すごい秋篠宮がすごい叩かれてる、うん、前から叩かれてるよね、うん、あの人って次の天皇秋篠宮じゃない、そうです、でこんだけ叩いていいのかぐらい叩かれてんだよね、週刊誌とか、うん、ネットでも、うんうん、だからさ、うん、ある人の説によればもう、うん、終わるとかっていう、天皇家はこれでもう令和で終わるんじゃないかっていう、うん、で、うん、あの、うん、実はもう実際はもう終わってて、うん、今後始末の状態じゃないかっていう人もおるし、うんうんうん、だから国体側のそういうなんか陰謀論みたいな言う人おるやん、うんうん、ああいう人がねもう言ってるらしい前々から。じゃあその国体側の人は誰を今度偽天皇を出すんでしょうかね、うん、あの一時期ほらあの女性天皇っていうのが出てたじゃないですか、うん、まあ今本物あれこそ本物いないけどさ、うんうん、あれこそいないけどさあれこそ何人か知らないけどそうそう、あのいないけどさ、ただあのあれその昭和天皇の側なの子孫なんだね、秋篠宮っつうのは、それだけは言えると思う。あ、そうなの、うん、あのね昭和天皇の、うん、兄弟めちゃくちゃ仲悪いんだってね、顔とだってあの兄弟じゃないですよあれ、うん、あれが違うの、うん、種があのね、うん、昭和天皇の顔とね、なんだかあの人孫、孫じゃない過去、うん、顔そっくり、まあ、そう、そっくり、うん、そっくりだった、あの赤ちゃんの、そうそうそう、うん、赤ちゃんの頃の顔がそっくり、そっくり、そう、昭和天皇の赤ちゃんの頃の写真、姉妹全然似てないよね、そういえば、うん、
あのまあその姉妹がどうのこうのか分かんないけど、とにかく加護さんと昭和天皇の赤ちゃんの頃の顔はそっくり、本当に、あれこんなに似てんのっていうのは似てるから、あれとあれぐらい似てたな、あの竹中平蔵とあれぐらい似てる、あれぐらい似てる、同じ顔してたわ、渋沢、うん、渋沢ぐらい似てる、だからあの昭和天皇の血を引いてることは間違いないかな、その秋篠宮がで、秋篠宮の顔って誰に似てるかっていうと、うん、そのほら、なんだっけあの人、三つくり、三つくり敬語、三つくり敬語っていう人の5人、三つくり敬語って末っ子なんですよ、うん、5人ぐらい兄弟がいて、三つくり敬語で、お兄さん、その中のお兄さんに一人にナマズ研究家がいるの、ナマズ、同じ研究してる、同じ研究や、そう、で、そのナマズ研究家の人と顔がそっくり、その、うん、秋篠宮が、秋篠宮がで、うん、そのあ次のぐらいのお兄さんに、そのほら、利権を作った人がいるの、そう、うん、あ、イギリスに留学して、うん、そうそう、利権、うん、今のね、利権の孫ちゃんの利権ですよ、うんうんうん、それが明治天皇の、それが明治、その人たちが、あの、なんつうの、その原発の特許の、うんうん、特許持ってるって言われてるね、言われてる、あ、昭和天皇は持ってないの、原発ので、昭和天皇の、あの、その三つくり、三つくりの子供だから、昭和天皇は、そうそうそう、そういう話らしい、そういう話、でも顔そっくりだからそうだと思う、あ、そうよ、本当に明治天皇がすげ替えられたっていうのは三つくり敬語、あの明治天皇は2人いて、うん、要するに、うん、その三つくりがいたって、うん、で三つくりは死んじゃったんですよね、うん、早めに、うん、でその後大室になって、うん、大室系の、うん、あの今、まあ、おそらくあの平成だけど、うん、あれは大室系の人、そうだね、まあね、どっかの殿様の子供も入ってるけど、うん、だからあの違うんですよ、うん、でなんでその人たちがそれになったかはちょっと分かんないけどね、うん、三國とかその大室がなんでその、その前の本物のな何宮だっけ、あの人、明治天皇、孔明天皇、本物の孔明天皇なんか売っちゃったみたいなんですよね、まあ孔明天皇とかあれもみんな生きてるって話だけど、そうそうそう、あのなんかね、ヨーロッパにね行って、その自分の身分はいらない、うん、その頃ほら孔明天皇とか天皇って言われてる人ってすごく、あ、そんなにお金持ちじゃなかったから、うん、江戸時代は、ね、そんな3万石しかないから、うんうん、そうそう、だから身分を売っちゃって、うん、それでその三つくりが最初入って、うん、三つくり死んじゃって、その次、うん、その大室が入ったっていう、だからあれやん、あの伊藤博文は騎兵隊、うん、騎兵隊の弟子が、うん、あの大室でしょ、うん、で、うん、その後、うん、岡山で岡山市長かなんかもやってんだよね、うん、その時に三つくりと出会ってるはずなんですよ、ね、うん、そうだね、うん、だから津山だから、ね、伊藤博文が全部それに拡散してる、うんうんうん、で日本初めの工学博士が三つくりなんだもの、うん、日本のこう、こう要するに鉱物が全部ここに埋まってるっていうことを知ってたら三つくり、うん、家だったって、うん、それか でウランも岡山だしね、そう、人形峠、ね、うん、でそういう実験をなんか大阪でやったとかって、原発実験、三つくりも朝鮮系なのかな、三つくりって白木系ですよ、朝鮮系に決まってる、苗字はあの昔の三家の名前とだよね、身の作りだから、身の作りだから、身の作りだからね、あ、うん、だから三家系、うん、通常の百姓ではないわけです、そうそうそう、だから税金を払ってなかった人たち、農民ではない、そういう系統の名前だよね、苗字は、うん、三つくり系語のあのなんていうの、家系図みたいな、あるじゃん、あります、うん、あります、あれ本当かなと思って、いや、あのね、本当そうだよね、あのね、なんで三つくり系図だけあんなにはっきりしてるのかって、それで写真が残ってるから、うん、本当にそのナマズ博士と秋篠宮を見ればわかる、すっごい似てる、明治以降からしかないよ、あんなもん、そう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 、で、大体どこの系図も憲兵統吉とか言ってさ、うん、その種類になっちゃうんだけど、江戸時代に鉛筆なめなめ、うん、金もらいながらお宅のじゃあ源氏にしますかって系図書いてた、うん、系図師がいるんですよ、うん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 、そう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 、だからそんなの信じちゃダメですよね、なるほどね、だって明治の初めでもう百姓一気抜き六見るとさ、名字もないもんね、うん、百姓、うん、左兵とかなんとか、ね、あ、そうそうそう、ね、なんとかの神社に何人集まってとかさ、あのね、絶対倒れないよね、あのね、身内はあったけど、うん、名乗るのはダメだった、だから書けない、ね、書けない、うん、だから急にさ、あのこうね、こういう名前に明治になってからなったってんじゃなくて、もともとあったから、ただ屋号で読んでたね、うん、きっと、そうだね、屋号で読んだ、うん、でこの辺なんかさ、みんな川野なんだから、うん、
うん、川野しかいないじゃん、集落だから。そうそう、あそこの橋渡ってさ、ここの集落今もそうだよ、ここの集落ずっといるでしょ、この辺全部川野なんです、ほぼ川野だから、そうそうそう、川野さんってどこですかって聞いてもダメです、うん、聞いたのやつね、じゃあ宅急便もいや何名前聞かないとダメなんですよね、うん、あ、誰でしょ、お家あー、それわかる、ヤギいるとことか、あのロゲハウスあるところとかだからよくさ、名字名乗っていいぞって、そのね、あの名字に対等を名乗っていいぞって、王城屋さんぐらいになると名乗っていいぞって言われて、だから名乗れただけで、だからあの灰乗りもしやすい、そう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 、だって戸籍自体がしっかりしてないんだからね、うんうんうん、あのお寺に書かしたやつと役所ちゃんとここで言っては水戸藩の方でやった戸籍が2つあるんだけど、それすら別にどこどこの誰って分かんないから、うんうん、あのここの人数名前なんとかべなんとかべ、うんうん、何を牛2頭馬1頭とかって書いてあるあれなんでしょう、お金払うと教えてくれるって言ったよね、あのどこでお寺で、うん、お金払うと教えてくれるって今でも、うん、よくみんな燃やしちゃった燃やしちゃったけど、うん、燃やしてるわけないから、うん、あのお金くれればなんか、じゃあちょっとうちも檀家抜ける前に一度聞いてくか、あのなんか教えてくれる可能性があるみたいだった、うん、なんでもね、この国のどこも金まで金で、うん、はい、はい、そんな長々の話になっちゃいましたけど、いつもの雑談でございました、はい、ありがとうございました、またよろしくお願いいたします、ありがとうございました、聞いてください。